皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is 12国旗の10話でございます。顔が赤いです。サーフィングして日焼けしました。ということで入りたいと思います。Let's go start! さて、前回のエピソードでは、円国にいて、円の逮捕ではなく、円の国王が500年間も住んでる、生きてるんですよね。で、彼も大化で、彼もじゃなくて、彼がみんなを助けたんだよね。皇王国、皇国王から送られた妖魔を倒したことによって、円国王がね。はい。名前忘れたんやけど、大化っていうことなんで、大化はこの国の首都がなんかランカってどういう意味だったっけ、ランカなんたらかんたらで、和の国っていうのは日本じゃん。和の国にベイビーが誰かの腹に入ってみたいな現象が大化で戻ってきたりすることはあるぽい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 。はい、見ていきましょう。私の理解度、多分100中の5あるかな。やっぱり日本の名前だ。炎王だ。炎王。炎州国。炎州国。さて、妖魔はまだたくさん来ます。指令ね。さっきの通りですかな？あの鳥が指令をするから指令って名前だ。かな？こいつか。ああ。あの子をかわいそうに。みんな殺されてんな。こう、やばいな、ほんま。かわいいよ、楽心の顔が。同席ができひんの？おいでや。あ、剣持っていったらあかんもんな、普通。普通はね。まあ、警戒心ありますね。風間って言ったね。そういう名前ちゃうかったよね、でも。ふけぬんなんじゃ。なるほどね。お、引けた。抜けた。サヤが死んだら変な幻が見るんだ。もう青空、青猿に見えるね。へえ、だからあんたのここから出たんだ。そのままたくさん幻見せられましたね。才がなかったからやばかった。
人の心を読むが、それを抑える術なくば、剣より溢れる主の心を操り惑わす。だねと、何代か前の帝王に聞いた。めんどくせえな。なるほどね。数え切れないな。俺がその剣を用いても一匹たりとも切れぬ。今は鞘が死んでいるから抜けたが、本来ならば正当な主にしか用いられない。へえ、そういうことか。お前が慶王である証だ。鞘は死んでるって気になるけどね。刀は思うままとなろう。だがその前に王として即位することだ。急にね。おい、慶応じゃねえか。私、あなたに会ったことがある。あちらで。あちら、そっか。早く言え、少女。いや、知らんやん、そんな。お前まあ危ないもんな。また妖魔が襲ってくるだろう。てめえ城だろうが。おい王宮じゃねえかよ。大したことないんだけど、住めば都だみたいなこと言うんじゃねえよ。つまり、いずこの王が御身を狙っているのだね。その巻き添えで俺の国民が傷つくのは間違いないわ。皇王が襲ってる、あの野郎。あの、一人連れて行きます。いいですか。楽春。アクション、いらっしゃい。もうあんたを見捨てないぞ。ありがたきお申し出ではございますが、それでは慶応陛下にご迷惑がかかります。どうかこれまでのご無礼をご勘定いただき。私は私でしかない。触れたらあかんとか。やば、ええこと言うな。それは差別だ。ラクシュは私を改革だから差別しなかった。なのに王だと差別するのか。まあ上にも差別と言えるもんな。ラクシュの気持ちが遠ざかったんだ。私とラクシュの間にはたかだか2歩の距離しかないじゃないか。ええこと言うわ、ほんま。なんか素敵だな。違うと言うなよ。一方だ。ああ、あんたちっちゃいかな。しゃあないわ。ちゃへ、じゃあ行こうか。ラクシューン、かわいいやつめ。モフモフやろ。そりゃねえだろ。慎みなんか持たらへんわい。警告ってそんなところちゃうやろ。まあこの子が決めるんやけど。お、なんか乗ってるぞ。なんか乗ってるぞ。この国では、飛びドラがいるぞ。飛びドラええな。したら、襲われたよね。よかったね、ラクシンがいて。迷惑だと思ったろう、最初。あんた結構説得されないと来なかったぞ。うん、悟ったってわけか。ヨコ、あれがきっと歓喜
現れてきやがった。王宮はどこにあるんだ。環球山の頂上だ。へえ。山なんてどこに。でかすぎて。これはね、飛びドラがないといけませんね。高くて。でもめんどくさいな、このうちに帰るの。結構時間かかるでしょ、帰宅が。帰省？帰省時間かかるね。心地よすぎてうたた寝しなかったか。さて。ああ、大したことないんだけど、住めば都だっていう王宮に来ました。めんどくさ。でかいな。勝手に進むか。ほう。飛ぶんだね。敵だったら自分の足で歩かないといけないんだけど、味方だったら一瞬で登れる。空の上に海があるの？海がなかったら雲海とは言わねえだろ。雲海ってなんだよ。地上の光が。もし水が落ちたらどうするんだ。雲海の水が落ちるものか。落ちひんのやな。魔法だな。やめていただけませんか。すぐになれる。やめんかい。一瞬で変わりましたね。やっぱ慶応でしたな。赤いな、その水。何が入ってんだろう。え？血ではないでしょう。自分の髪の毛のせいでもないし、なんだろうな。でもよかったね、ちゃんとしたお風呂に入れて。でも服装が大変分からへんことになってるな。私の連れはまだでしょうか。ラクシュンさんでござる。にまあ人なんだ。ただの獣なら喋るかい。どうしていつもその姿でいないわけ。だったら私だって抱きついたりしない。こっちよりあっちの方が楽なんだよ。申し訳ございません。何分主将はあのように不調法な方ですので、せめて少しは隠し気張りませんと示しがつきません。分かっています。あのなりじゃ比例にも程がある。へえ、獣だったらダメなんだね。まあそういう差別があるんですね、この世界では。ええんだね。では逮捕から警告の状況を説明させよう。彼にはそういうのがないんだね。ふむふむふむ。めんどくさいことになってるね。ケイの新しい王を名乗っているそうだ。おう、ギオだ。ギオ？でもどうして偽物だとわかるのですか。ケーキついてへんからな。あいつは横にケーキを置いている。だったらケーキは霊力の源である角を封じられていた。もしジョエが誠の王ならば、なぜあのような真似をする。ただの人に角を封じることなどできぬ。どこかの知れ者の王がキリンを使いやらせているのだ。誰がやってんだろう。皇后様なのかな。 OK、 電話が入ったので戻りました。でもなりたくない。これ以上妖魔に追われたくなくて、人々に嘘をついて逃げ回るの
まあ戻れませんね、向こうには。この仕事は重要だもんな。長い話？俺は興味持ってるぞ。天帝に選ばれたんだもんね。で探したんだよね。俺たちは杉本ちゃんの耳として。知らんな。テントは誰なんだろうな。ねえ、キリンは何？テンは何？そんなもの許していいのか？誰によってできてんだよ。なるほどね。それで頑張っていいやつを探すんだね。わお、怖っ。それでお前が来たか。皇后もそうだよね。出動道を、そしたら新しいキリンが生まれるのかな。キリンが死んでから王が死ぬんだ。なるほどな。ケーキは生き残ったんだ。前の KO はどうなったんだろう。なるほどね。公式と非公式のあれですね。見捨てたら、お前もどっかで死ね。もうしゃあないな、戻れません。仕事が多いね。そういうわけなんでね、 K の難民は。いやでも皇に行く難民もかなりやばかったよね。このキリン自身なのかな。まあね、あれやばい。この男強引ですね。私にはわかりません。中島さんなんて
まああんたが決めることちゃうからな。私だったら、そうだ、みんな勘違いしているんです。ケーキは私をこちらに連れてきた。中島さんはそれに巻き込まれた。だから私と中島さんを取り違えているんです。だってこうは私を大事に。こう。私は王にふさわしい。そうでしょう。私はあの世界に未練がない。私は戦うことができる。私は。そうですか。私にはあなたがあなた自身の王であるように見えない。なるほどね。持っているものは己が王にふさわしいなどとは決して言わない。怒っちゃったな。まあ杉本ちゃんは大変未熟な人間では間違いないんだけど、中島はかなり成長してんな。一旦、まあ、やべえこと言う。惜しくないとか言って、あ、言ってくれるってことですね。はい、興味深い。どう、でも500年前やで。え、信長だったとか、平安時。え、捨てられたってこと？これ信長がやられてるところですよね、間違いなく。え、この男って織田信長の息子ってこと？いや、そんな大きな話じゃないよね。これ京都ちゃうやろ。村上、ちょっと俺ね、いや、でも戦火、都瀬戸内、瀬戸内と村上、ちょっと俺の日本の歴史じゃあんま知らんかんな。村上クラン。で、上杉、武田信虎、武田信玄。村上義清。松尾ってか言ってなかった？松岡侍高志、松岡番吉、松岡、それ違うな。小島松岡ちゃうな。一番最後に言ってたよね。まあいずれには分かることだし、いいんじゃないかな。じゃあ待っても。しかし歴史家にとっては、でも
内容は興味深いですね。このアニメはいつもいつも楽しく見ております。皆さんご視聴ありがとうございました。これからもぜひご覧いただければと思いますので Until next time, goodbye. おおきに。